とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイフラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー3周、やっていきましょう。シーズン3なんでね、ショートカットが使えます。ショートカットを使うと、20分ちょい、25分ぐらいかな。で、クリアすることができます。早いよね。今までのタワーの中で、一番早いかもしれない。まあ、とりあえず、3周いきましょう。途中ねちょっとミスをしちゃって2回やられちゃったんだけども、まあ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 ボスは大丈夫です。こいつはねタワー1、2、3とあったけども一番弱いです。間違いなくこいつが最弱で、矢も90いくつかあるんでまあ十分でしょう。こんだけありゃね。ゴーレムがちょっと HP が低めなんだけども多分耐えれる。まあ耐えなくても大丈夫かな。耐えれないにしてもさ全然余裕でいけると思う。いけ、あーあーラグっちゃダメよ。そこで思いっきりラグった。はい、雑魚敵はすぐ愛のメダル。よっしゃ、もう楽勝だね。はい、まあこんな感じで3周いきます。ほんとショートカットができてね攻略が早くなった。いきまーす。何が出るかな。しょっぱい、しょっぱいな。いや全部いらないな。爆縮、いや爆縮はあんまりいいお供え物じゃなかった気がするんだよね。いいか、うん、全部いらないから爆縮をお供え物にします。それでは2周目いきましょう。それでは2周目いってみましょう。早いね、早い。25分、25、6分かなぐらいで30回まで到達します。早い、むちゃくちゃ速くなったな本当に。じゃあ、まあ、残りね5日間ぐらいだけどもちょっと張り切ってやっていきたいところですね。何か一つぐらいはいいのが欲しい。何か一つでいい。うん、俺に何か力をください。プラスアルファね。何がいいかな、欲しいのは。やっぱ防具だね。うん、防具が一番欲しいかな。じゃあ、できればイカ、イカじゃなくて、影の方が今欲しいかな。うん、イカはね、まあ、使えるやつ、使えないやつ、3つぐらいは、そこそこのやつは持ってるのよ。なので、影が1個も持ってないので、欲しい。あれはね、35% 軽減がついてんのよ。なので、すごくいい。イカはね、35% がなくて、動きが早いんだよね。まあ、影が欲しいところです。では、2周目見てみます。なんでしょうか。しょっぱいな。さっきと同じく爆縮か。いやいやいや、いや厳しいね、こりゃ厳しいわ。また爆縮にしようか。まあどっちにしろ全部、あ、お供え物にならないわ。黄金だならばもうストームランダーだね。もうこれをお供え物にするっきゃないっすね。もうこれだ。それでは3回目ですね。今回は28回の報酬でシュルカーアーマーもらってみました。いつもは別のやつにしてるんだけども今日はこれで、ビーストバーストと無謀がついてます。うん、近接は 80% ダメージがアップするんだけども HP が
60% 減少します。これかなりでかいと思うんだけども、まあ倒せるならばこれは早いよ。どうだろうね、自分のね HP はそこまで気にしてはなかったんだけども、どうでしょう。いけ、うーん、あ、やっぱり強いね。やっぱり攻撃はむちゃくちゃ強い。でも、近接で攻撃するチャンスがあんまないんだよな。あ、この辺でいけるか。ここで、まあ、いけるけど、そんなダメージでもないぞ。一応 80% ダメージは上がっちゃいるんだけども、そう大したことがないってやつだね。ほんと大したことねえな。なんじゃそりゃ今のは。そんなもんか。いやもうむしろ、ゴーレムにいいエンチャガントがついた時の方が、ダメージが上だわ。あ、これ失敗。シュルカーは取らない方がいいわ。無謀じゃねえ。そんなダメージ与えれないな。ベビークロスでガシガシやった方がいいので、シュルカーはおすすめしません。よくなかったな。では、ラスト。何が出るでしょうか。そろそろいいやつ来て。お願いします。クールダウンなしか。残り火はどうだろうね。いや、残り火も微妙なやつなんだよな。太陽の愛。まあ、メイス系は、一応、釣り竿との相性はいいけど、いらねえな。いや、いらないな。残り火。もともとクールダウンがついてるやつだけども、いやー、微妙すぎる。じゃあ残り火か強固どっちかにしてお供え物が一番いいかな。どっちの方が良かったっけ。残り火の方が確かいいのが出た気がするんだよね。残り火にしときます。ね、撮影じゃなくて普通にやってて結構いいやつが出たんだよね。なので、ちょっと動画に挟みます。ピグリンアーマー、違うね。雪の弓、違う。これ、ピンクスコンドレル。これ、良くない？一番左が、ロールチャージ。で、一番右が、クールダウンショット。だよね。で、真ん中を、無限でもいいし、テンポセフトでもあり。で、浮遊射撃でもあり。三つどれでも選べるっていうの。これ、最高じゃない？まあ、黄金じゃなかったのが悔やまれるとこだけども、まあまあ、これすごく使えると思うよ。めちゃくちゃいいやつ。ということで、ピンクスコーンドレル263のクールダウン編成、ゲットです。それでは今日は、ピンクスコーンドレルが、何もない時にポンと出てしまったので、途中で挟みました。今日出たやつがこれだったね。爆縮、ストームランダー、残り火。まあ、全部お供え物だね。で、ピンクスコーンドレル、エンチャントこれにしてみました。ロールチャージ、浮遊射撃、クールダウンショットです。弾数がね、これ結構少なめなんだけども、相当強いと思う。これは使える。いいやつだね。今まで使ってたやつが確かね、プレゼントでもらったんだよな。あ、違うか。あ、いや、確かそうだ。あ、違った。こっちだ。ギフトでもらったのは。ギフトでもらったやつが、浮遊射撃、クールダウンショット、ロールチャージ。一緒じゃねえか。一緒じゃねえか。ほんと、これの、上位互換のやつが出たってことね。なるほどね。いや、いいやつが出ましたわ。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。